はい、どうも、こんばんは。始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、ぬるっと、始めていきますよ。OK。さあ、じゃあ、それでは、何タウンだっけ？マンハッタンだよね、ここね。ヒウンストリートに来ましたよっていうところで前回確か終わったので、今日はヒウンストリートこういううろちょろ回ってく感じ。なんかウェピカチュウいうね。感じ？ここ入っていいの？こんばんは。音ちっちゃいのはね、こんなもんだと思うよ。何これ？大丈夫？全自動で動いてくんだけど。何これ？ここ何？ここ。わ、なんか、操作難しい。あ、ゲームフリークだ！え？ゲームフリーク。ちょっとごめんなさい。ちょっとね、21時半スタートの予定だったんですけど、ちょっと早めに始められたんで、早めにやってます。早めに貼って早めに終わる。マスダいない？正直寂しそうだから絵本読んであげたの。お姉ちゃんにも聞かせてあげる。はい。一人ぼっちになったゾロアはお母さんを探し回りました。あんた、ゾロアって見たことある？ほら、こんなポケモンなのよ。よし、図鑑が埋まった。オッケー。ゾロアは人をバカす能力を持っている。バカされたら怖いけど、私ゾロアが好きよ。だって可愛いんだもん。ちょ、マスダいる？マスダ。ちょ、マスダ。マスダに会いに行こうぜ。よし。22階。多分22階なんだろうな。どっかのビルの。ちょ、ゲームフリークがどこにあるかわかんないけど、東京の。多分22階にあるんだろうな。これ、あれですよ。忠実に再現されてるからな。これ、どれだと思う？どれだと思う？俺、左の、これマスダだと思うんだけど。マスダだと思うんだけど。右上？右上から話す。右上からいい？右、この人？マジで？やあ、僕ゲームディレクター、マスダー！ おお、君はポケモン図鑑を集めているんだね。たくさん集まったら僕に見せてほしいな。マスダー！ この人森本さん？ あ、この人森本さん？僕マスダですって書いてよ。この人メガネかけてるから違うでしょ。現在進行、制作してるのはゲームのエンディングなんだ。ここで見ないで自分の目で確かめて。そうだね。大事だね。この人？グラフィッカーなのです。1ドットに魂を込めてます。えい、この1ドットをえぐり込むように打つべし。大変だよな、ドット打ってる人ってな。マジ大変だよね。この人も多分違うでしょ。俺カビゴンじゃなくてプランナー。いきなりだけ、あ、食べ残しくれないのかよ。くれよ。 くれよ。ワコクリームシューのオールナイトニッポン復活しますね。マジそれ。それマジ？マジ？今来たワコツどうもこんばんは。あ、この人が西野さん。西野さん。マジそれ。僕さ、マスダー！ 今度は本当だろ、マスダー！で、サウンドデザイナーだから。音楽変わる素敵な仕掛けをたくさん入れたで。君、いくつく気がついた。これマスダ？マスダの机の場所は窓際の隅っこ。じゃあ、これマスダなんじゃないの？ 3 人囲んでるところの右が森本さん？ここ森本さん？ポケモン勝負で強くなるポイントはね、そうだね、いっぱい勝負することかな。すごく強くなったらおいでよ。僕とポケモン勝負しようよ。なんか、ちょっと口調的にマスダさんっぽくないね。だよね。じゃあやっぱこれなんじゃないの？これマスダーでしょ。いや、こういう、だってツイッターのさ、つぶやきこんな感じじゃん。こんな感じじゃん、大体。大体こんな感じじゃん。なんかその、ふわっとした感じ。なんか当たり障りのないことを、リプライで飛んできたことを当たり障りのない感想で返すこんな感じじゃない。サウンドディレクターなの？違う、あのさ、ブラックホワイトのマスダーはどれなの？あ、サウンドデザイナーか。どの立ち位置にいるの？第5世代のマスダーは。プロデューサーなの？ プロデューサーは違くないか？まあいいよ、ちょっと出るか、そろそろ。プロデューサーは、石原さんとかなんじゃないの？一回。ワコッティ。で、ごめんなさい、ちょっとコメント流れちゃって申し訳ないんだけど、クリームシューのオールナイトニッポン復活ってマジ？ めっちゃ気になってんだけど。チャオがないから違う。
多分、チャオは6世代になってから、なんかすげえ、すげえ、すげえ。リリ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 リあ、え、あ、買っちゃった。買っちゃった。ちょ、連打しちゃった。いいです。復活するんだ。マジで。超楽しみなんだけど、ちょ、クリームシチューのオールナイトニッポンとかさ、マジ青春だからな、俺たちの。金曜日25時 AKB の枠に、突発でやるってこと？一回限りのスペシャルってこと？え、いつのえ？それとも番組改編で4月から？今週末？クリームのオールナイト。マジ？ 11 回。ワコツー、ワコッティどうもこんばんは。今週の17日の金曜日。あ！ AKB が、あれか、総選挙行くから、それの要は大体、の、オールナイトかクリームってこと？うっそ、マジで！やつ、眠るもあった、やった。え、めっちゃ聞こうぜ。ちょっとさ、久々にみんなでラジオ聞く枠取ろうぜ。ちょっと、オールナイトだって全国区だからさ、ラジコ繋がれば誰でも聞けるしさ。え、マジで！超嬉しいんだけど。そうだよ、俺のネタの、クリームシューのネタ多いよ、マジで。めちゃめちゃ多いから。それこそあれだからね、多分みんなまだ気づいてないと思うけど、あったかくして寝ろよって、あれクリームのオールナイトネタだからね、あれ。実は、パクってるから。あ、パクリだから、あれ。上田晋也のパクリだから、あれ。あったかくして寝ろよ。知ってる人は知ってるんだろうけど。ね。YouTube からね、だいぶ進んでますよ。あの、あと4時間ぐらいやってるからね、どうも。あれ、パクリ？そう。実はね。うん。今日も今日とてポケモンです。あ、勝負？え、勝負？するするする。うん。やるやるやる。いいでしょ。いや、他いろいろあるよ。まあ、なんか、ダンサーのミッキー。ははーダンサーだよ。僕が使うポケモンはね、719位のヤナップ。おっと、君は水タイプだね。ってことは、効果が抜群で、まずいよ。早く、交換しなよ。誰が出てくるんだい？ワースト1位！はは720位だね。でも、719位だから、僕の方が上だね。はは宿りに打たれちゃうよ。それ以上はいけない。あやめもの技持ってなかったんで、そうだった。ははっ YouTube に上げられなくなる。ちょ、これぐらいにしとくか、じゃあ。やめとくか。ちょ、やべえんだけど、なんか微妙に強いんだけど、レベル21とかあるんだけど、結構。いや、ナップ絶対719位じゃない。まあ、多分ね、5、600以内だよね。きっとね。ワゴッティ、ワゴッティどうもこんばんは。で、しかももっと言うと、バオップも720位じゃねえしな。何その噛みつく。おい、うち。ははっ！ボコボコにしてやるよ！やはっ！俺さ、あれなんだよね。グーフィーのモノマネすごい上手いんだよね。なんで俺乱れ引っかきしたんだろう。グーフィーのモノマネ。あ、ひょう？あ、ひょう？グーフィーだよ？あ、ひょう？俺のムーブにパワーが乏しいな。あ、ひょう？すげえ、回ってる、やべえ。抜群のステップだろ。うん、すごいね。うん？二人誘ってくれればトリオのダンスチームできるっしょ。え？うん。うん。あー、ダンサー三人探せってこと？あと二人。そういうこと？別の通路にあと二人いるってことね。なるほどね、なるほどね。わあ、広いなあ。これもあれなの？自販、あ、ちょ、また買っちゃった。もう。また、タイミングわかんねえんだけど、この自販機。毎回買っちゃうんだけどな、これ。ワゴツー、ワゴッティ、ワゴッティ、どうも、こんばんは。今、ちょうどマンハッタンの街を満喫しています。ここだっけ？こっち？ここ来たっけ？一個右だよね。路地裏にいる？お、すげえ。俺の方が早い。俺の、あ、なんか並んでる、並んでる、並んでる、並ぶべ、並ぶべ、並ぶべ。ここでは、
ティウンシティの話題のスイーツが食べられる。お、並ぶか、並ぶか、結構並ぶぞ。でも絶対並ぶ価値ある。おぉ。おぉ、すげえ、めっちゃ並んでる、めっちゃ並んでる。めっちゃ並んでる、すごい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 。やべやべ、早く早く早く、早く欲しい、早く欲しい。早く欲しい。てか、バイバニラじゃねえの、これ。バイバニラ、バニプッチ。買う、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 買う。はい。ヒウンアイス、一個買う。ありがとうございます。キュートな、色とナイーブな味がいいんです。やったぜ。ね。並んでない時じゃないと買え、え？どういうこと？ああ、もう1個しか買えねえの。もう1個並ぼう。ああ、もう売り切れたって。売り切れた。火曜日にしか買えない？え、マジ？え？ラッキーじゃん。超ラッキーじゃん。あ、ドラゴンタイプ持ってないです。はい。マジで？曜日限定、これ火曜日限定、いい時に来たじゃん。めっちゃいい時に来たじゃん。やったじゃん。双子の英雄。白き炎。舞い降りる黒い竜。黒い稲妻。すげえ。ラッキーラッキー。和骨どうもこんばんは。理想と真実。ね。いいね。あ、ちょ、入っちゃった。なんかいろいろ、いや、街、探索するの楽しいな。ここだ、めちゃめちゃ力入れてるでしょ、絶対。絶対力入れてるじゃん。多分今の美術館とかも、絶対ニューヨークに、現存する有名な美術館でしょ、絶対。そういう元ネタとかマジで、ゲームリーク大好きだからね。うわぁ、いいなぁ。バトルカンパニー、入るべ。曜日限定の何菓子。え、他にもさ、いろいろあんの？曜日限定の何菓子。このビルで働く人間が戦わせるのは意見ではなく、はい。あ、へぇー。へぇ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 。この街好きやった。結構歴代ポケモンシリーズの中でもこの街一番好きみたいなさ、人多いんじゃない？ね、この街だけで2時間終わりそう。あるな。まあ、それもでもありだよな、正直。正直あるだよな。47。無駄にロケハン行ってそう。ちょっと、ロケハンするためにニューヨーク行ってくるわ、とか言いそう、増田さん。ああ、でん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 。え、マジ、レベル大丈夫？足りてる？ OL の道子、かわいい。やばい、太ももがいい。ハーデリア。ワコッティって何ですか？挨拶です、こんばんは。歴代の街で一番でかい？え、あのさ、ミアレとどっちがでかい？ミアレの方がでかくない？さすがに。ワコッティいつも見てます。ありがとうございます。どうも。こんばんは。ミアレの方が、あーでもどうなんだろう。際どいね。同じくらいか、ちょっとでもちょっとミアレの方が上なイメージあるけどな。うん。ね、いい勝負だよね、いい勝負だよね。そう。結構ミアレ裏道いっぱいあるしね。よくわかんない場所いっぱいあるしね。思うわ。そう、ミアレは、そう、移動がめんどくさいんだよ。それはわかる。ちょ、レベル上げるか。なしみの。ここいつも戦うの？修行、修行、修行。あ、なんかもらった、クイックボール、よし。タイマーボール、よし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 。ラッキー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 。マジか。いや、ちょっと今日は、いろいろ、いいな。はじめまして、どうも。よろしくお願いします。タクシーで移動するくらいだから、ミアレか。あのさ、でも、ミアレのタクシーってさ、正直あんま使わなくない？使う？みんな、ミアレのタクシー。ただ乗り。ただ乗りあったね。ミアレのタクシー、ただ乗りなんか聞いたこと、なんだっけ？なんかするとあるんだよね。使わないよね。なんか、もう、ミアレの中の、行く建物ってある程度決まってくるからさ、ある程度さ、もう、なんか、ないよね。最初の、そう、最初の一回だけ、おーってなって、それでもう場所覚えて、はい、みたいな。あ？ちょっと待って、なんか出た。何のエラー、何のエラー。え？は？あ？はい。オッケー。じゃあ始めていきましょう。ちょっとニコニコ生放送で不具合が起こってるんで、ちょっとその辺と睨みながらですが、まあ楽しくやっていきましょう。ね。YouTube で生配信やるとね、このやり方ができないから、あんまり、ポケモンはニコ生でやりたいんだよね。
あの会話形式じゃん。みんなのコメント読みながら俺がちょっと進めていくみたいなところあるじゃん。だね、YouTube だとね、ラグが多すぎてね、多分成り立たないんだよ、ね。まあ、ポケモンはまあ低画質でも全然見れるから、ニコ生でやってるってところはちょっとある。そうそうそう。あ、そうだ、だからね、そうだ、そう、一個言い忘れた。もしかしたら、今週末フェスじゃん、スプラトゥーン。久々にオープンレックで生放送やろうかな、ちょっと思ってる。ちょっとまだ決めてないんですけど、ちょっと土曜日ぐらい夜とかやろうかな、みたいな。思ってるだけでまだわかんないんだけど。あ、やっと入れた。20分ログインできなかった。やっぱそうなんだ。やっぱニコニコ全体であるんだね。うん。マホティどうもこんばんは。晩は、あ、晩は晩は晩は。ももこさん。うん。なんかね、筆、いや、筆じゃなくてなんか普通に、ああ、チュビに来た。フェスをやる。感じかな。まあ、たまにはね。たまにはやりますか、みたいな。ね、マホティこんばんは。いやー、ニコニコがというより、ニコニコのログイン情報関連がいったらしい。あ、なんかそろそろそういうなんか出た、そういうなんか情報みたいなのが出ましたか。なるほどね。まあ、まあ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 、まあ、まあ、そうなっちゃないな。まあよくある不具合やな。まあ重くなくてよかったなって感じだな。うん。最近プツプツだったりエラー多い。もう多いね、ニコニコね。ワコッティ、どうも、ワコッティ、ワコッティ。あ、じゃあ、ちょろちょろ。じゃ、ちょろちょろ今、ワコッティが、なんか、局所的に増えてるのは、やっぱそういうことなの。いや、みんなが、ようやく入ってこれて、みたいな、そんな感じなんですね。ワコッティ、どうも、こんばんは。それって流出とかないよね。え、ないと思うよ。多分ないと思う。大丈夫だと思うよ。うん。ね、ワコッティ1個目増えたって多分そういうことだよね。多分今、なんかログインできなくて、ようやくログインできて入ってこれた、みたいな。ね、ワコツ。大変だよね。そういうとこあるよな、やっぱニコニコってな。アカウント作ってログインしないといけない、じゃないと見れないみたいな風潮あるよね。ね。ワゴツ、あ、ほらほら、みんなやっぱそうなんだ、やっぱそうなんだ。これ急に来たもんな、急に。うん。急に来たもん、ね。ね。まあ、いらっしゃいませ。え。まあ、言うて、そんなにまだ進んでないので、ヒュンシティなんで。まあ適当にダラダラちょっとヒュンシティ回ってます。よかったね。じゃあ逆にあんまストーリーの結構さ中核になる部分じゃなくてよかったね今日ね。うん。OK。 一気に増えたねほら一気に増えたよ。ワコツワコッティどうも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 。しびれごな来たか。うん。ログインできなくてほんと焦った。まああるわな、ほんとな。いやドリギめんどくせ。これ当ててな、当ててな。うん。普通に通知見逃してただけなんて言えない。おい、そこは黙っとけばバレてねえんだよ。なんでコメントで書いちゃうんだよそれをよ。おい、書かなきゃ済んだだろそれ。もう完全にロックオンされちゃってるだろモッティに今よ。あ、こんばんは、こつです。ジム、まあまあジムはまあもうちょっとかな、まだまだ。とりあえず今街ブラ最中、ね。正直者でよろしい。まあ確かにね。確かにね。いいと思う。ビジネスマンの挨拶は名刺の交換ですが、トレーナー同士の挨拶はもちろんポケモンですよね。そうですね。頂戴いたしますって言わないとね。うん。な、俺ね、誰とは言わないんだけどね、とある実況者の人に、そう、実況者の名刺ね、を交換するの、まあ挨拶した時は、どうもはじめましてよろしくお願いしますって言って、ああ、で、名刺どうぞって交換するときに、普通にさ、あ、頂戴いたしますって言うじゃん。名刺交換するときに。頂戴いたしますって言ったら、あ、この人は本当に社会人の方なんですねって言われたから。あ、モッティさんは、あ、本当に社会人の方なんですね。え普通じゃないんすか逆に。逆に聞き返したもん、俺も。その人も普通に言ってたから、何急にって思って。いや、言うんすよ、たまにっていう。あ、そうなんですかみたいな。ビビっただから。だから、あれだぞ。何人かいるぞ。実況者、公式実況者の中で名刺交換するときに頂戴いたしますって言わない人。その人何歳？その人は、いくつだろう？俺より若い。でも、5、6とかじゃない？多分俺より1個下か2個下ぐらいの人で。普通に、なんか、まあ、何の仕事やってるか聞かなかったけど、社会人です、みたいな感じだったね。うん。そう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 。ね、まあ、学生はね、まあ学生はそうだね。
でも、でもさ、言うて、あれやで。これ、どっちがいい？どっち消す？どっち消そうかな。気合がめの方がいいかもな。うん。あ、名刺交換がない仕事。名刺交換がない仕事ってさ、逆に例えばどういう業界の仕事？あれなのか、なんか普段スーツ着てない仕事とか。でもさ、なんかスーツ着てなくてもさ、漫画家って名刺ないの？製造業？え、製造業とかもさ、なんかちゃんとした場所っていうのもちょっとあれかもしれないけど、なんか、そういう場所は、名刺は持ってるっちゃ持ってない？医療？農家？あ、農家とかないかもな、確かに。そうなんだ。工場とかそうなんだ。漫画家ある？あるよね。なんか出版社の人とかと交換したりするよね。交換。うん。飼育員。工場系はあんまないんだ。へー。開発担当。あ、ピント、あ、いい、ナイス、ピントレンズ。めっちゃ嬉しい、それ。すぐ持たせる、それ。農家は作物が名刺が、あー、ちょっとそれちょっと説得力あるわ。ちょっとこの前、ちょっとうちの畑で人参取れたんで、これ人参どうぞ、みたいな。あら、そうなのか。あ、そうなんだ。あ、そう、あ、そうだね。そうなのかな。俺全然わかんないけど、農業系。あ、そうなんだ。今来た、どうも、こんばんは。へぇ、ちょっと一回回復してきます。回復しましょう。うん。まあ、自宅警備員はねえだろうな。まあ、誰に交換すんねんって話やもんな。看護師とかもないの？そうなんだ。意外とないんだね、じゃあ。意外と。なんか割と、なんか普段使いしなくても、なんか一応持ってるだけ持ってるもんだと思ってたけど、意外とそんなこともない。でもさ、俺一個思うのがさ、俺あんま実況界隈にさ、名刺文化入れたくないんだけど。すごいごめん、なんかちょっと内部事情の話で申し訳ないんだけど今日。さ、ゲーム実況界に名刺とかいらなくね？だって。なんでさ、こんだけさ、インターネットのど真ん中に活動してるような人間たちがさ、わざわざアナログのさ、名刺交換してんのって、ちょっともう、いらないよね。思うよね、みんなね。マジでね、公式生放送初めて呼ばれた時からずーっと思ってんだよね。いらないじゃんっていう。うん。いらないじゃんってマジで思うんだけど。そう。普通になんかみんなツイッターやってるからさ、事前にツイッターでさ、よろしくお願いしますっていいじゃんっていう。ググったら、そう、ググったら出るしね。カズヤだ。カズヤさん。って思うんだよね。そう、そう、名刺もらわなくても名前知ってる。それもある。それもあるわ。コロモリってエスパーだよね。エスパヒコだっけ？ね。そう思うわ。その時の名刺は、あれだよ。だから実況者の名刺だよ。だから。何？党会議とか町会議にさ、来た時に俺、渡すやん、みんなに。あれよ。まさしくあれよ。あんな感じよ、みんな。あ、つだえ？確か。うん。そう。うん。持って名刺ないと分かってもらえない？そうかな？いや、意外と、持って、割と顔出ししてるし、割と分かる人多いと思うけどな。マオティどうもこんばんは。モティオフで配ってほしい。まあ、あるかな。まあ、あるかな。うん。まあ、あるな。初見です。よろしくお願いします。どうも、よろしくお願いします。で、ちょっと、モティオフ来たら、欲しい人は、あかりちゃんだ。飯くださいって言って。うん、申請制にするから。飯ください。言ってください。握手券名刺にするありだね。なるほど。なるほど。みんなのリアルの名刺をもらう。の代わりに、俺が名刺を渡す。モッティの。のことにより、俺のリアルの何がしの交友関係が発展するワンチャン。お。頭いいぞ、それ。あ、それは頭いいな。な、その、電通マン的な考え方。名刺ない人いい、いいよ、別に。やんない、やんない、やんない。
いらない、いらないです、いらないです、名刺。リアル、リアルじゃないからオフ会なんだから。いいよ。別に。いや、渡したい人は渡してもいいけどさ。いいよ、別に。いらないからね。名刺くれたらゲーム一本あげる。もう名刺あげるよ、全然。スティーブ。プロデューサー用の名刺。何のプロデューサーなの？なんなん？合いますな。生初見どうもこんばんは。まあまあまあ別に、あれ？あ、クルミルって毒入ってんの？あ、虫か。虫か、虫か、虫か。草虫か。草虫か。和骨、和骨。和骨。油取り紙はもういいです。油取り紙、まだ、なんか、3パック、4パックぐらいもらったけど、まだ1パック目飽ききってないんでいいですよ。油取り紙。名刺交換会待ったなし。いいんじゃない？なんか、いろんな人来るじゃん、持ってオフ。なんかね、他業種いっぱい来るだろうから、なんか適当に名刺交換して、ね、それなりに仕事につなげてもいいんじゃない？なんか、逆にありだよね。こんばんは。マゴティどうもこんばんは。焼き尽くすね、消した。いらねえだろうっつって。火力低いし、つって消したら意外と必要だったっていう。あぶね。ね、学生涙目。まあ、学生はいいよ、持ってなくて全然そんな。社会人の文化だから。むしろ持ってなくて当然だし。突然だけど Yahoo で持って検索すると関連キーワードに CG があってウケる。は？なんで？どういうこと？なに、どういうこと？ Yahoo 血迷ったマジ？めっちゃ当たるんだけど、急所。Yahoo 血迷ってるマジ。ナイス。あ、技マシンで炎技とか覚えさせるか。いいかもね。普通にさ、火の粉とか欲しいんだけど、普通に。OK。CG。モッティスペース CG。傷薬。違う。ヒウマイスってなんなん？ああ、あれね。ガレットね。ガレット、ガレット。CG 君今も見てんのかな？もう見てないだろう。もう俺のこと嫌いになったから。ワゴッティ、初見じゃなくて初コメ！ナイス初コメ。いらっしゃいませ。こんばんは。ね、モッティってやるだけで出るの。コウイチ。シジピッピー、別人だよ。誰かわかんねえ、こんばんは。シジロムってんの？ロムってっても、どうなんだろうね。出づらいのかな。あ、ワゴッティ、ワゴッツです。どうもこんばんは。出づらい。出づらいのかね。なんでこんな微妙な素材ばっかすんだ、さっきから。はい、今来ました、どうもこんばんは、ね、警告無視してしまったからな。まあ俺が悪いんだけどな。全ては俺が悪いんだけど、ね、うん。コメントを読まなかった俺がいけないんだけど。モッティより人気説あるな。ちょ、なんで先生の爪しちゃうのよ。あ、違う違う、ちょ、わかんない。先生の爪発動してリベンジとかいう謎の行動をとっていく。リベンジは、え、リベンジって、あれなの？先生プラいくつなの？マイナ5ぐらいなのか、先生リベンジって。プラ1だ、じゃあ全然先生できねえのか。マイナ4か。お、じゃあってことは、じゃあマイナ4とかマイナ5の相手が技使ってこない限りは、結局取ってみたいな。なるほどね。ありがとうございます。すごい。マイナス4なんだ。うん。高校技2つもいらなくね。高校技？当て身投げって高校技だっけ？なんかアイテムくれんじゃないのか。幸せ者だ、モッティ。BW 初見。そうなんですよ。楽しんでます。しんのすけ！ほら、野原しんのすけだぞ。やぶくろん。臭そう。臭そう。めっちゃ臭そう。意外と毒タイプに対するだってねえな。俺は人気者。何？スモッグ？うわ。
毒のエフェクトえぐいよね、今回ね。今北産業、ニューヨークのマンハッタン探索中。こんばんは。しんのすけのモノマネ、マジでやるじゃん。おら、那覇はしんのすけだぞ。ミサエ、メサエ、靴下買ってこいや、ミサエ、おい。長州小力は、なんかもうさ、なんかもうお前、バカだじゃんか、お前か、あ、なんでだよ、お前、小力ですよ。ただのヤッキー。どっちも一緒。チラーチラミーチラーチラーかわいいチラミーかわいいチラーチラーかわいいペロ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 。あ、かわいい口開くとすげえかわいいペロペロペロ。かわいいチラーミー欲しい。マジチラーミー欲しいわ。スキリンペロ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 。チラーミー言うて強いでしょ。チラチになったら。オッケー。はい。お、受け取ってくれたまえ。あ、学習装置ゲッツ。これ学習装置は、第5世代以前仕様。第6世代仕様ではない。第5世代以前仕様。ミミロル激おこ。ミミロルとチラチーノだったら、あ、チラミーだったら、いや、ミミロルかな。さすがに。いや、でも、チラミー可愛いよな。あ、第6世代から変わったんだ。学習装置。なるほど。チラーミーとかキモすぎる。はぁ？あ、NG だわ。あ、完全に NG。もう完全に NG だわ。広島に負けた？マジか、西武。あれだよな、もうメヒアがけなげすぎるよな、マジで。いつも思うんだけど、ライオンズって。なんでさ、勝つ時も負ける時もメヒアってちゃんと活躍してくれる。ほんと、なんか昔のカブレラ張りの信頼感あるよね。チラーミー可愛いじゃん。なんで？なんでライオンズ応援してんの？まあ、地元だから。地元っていうほど地元でないけど。うん、まあ、なんか、あれなんだよね。東京ドームとか神宮より西武ドームの方が近いから。まあ、大して変わんねえけど、ほとんど。ドリアーはは驚いたか。驚かせて申し訳ない。なんだ。何あ、フラッシュ。はフラッシュ、うん。フラッシュ、技を使えば、相手の技も下がる。そう、俺東京23区外だからさ。え？いるの？あ、頭出てるね。そう、だから西武ドームの方が近い。ん？なんだこれ。旋律、メロディーが持つ力。はぁ、あ。はぁ、あ。黒さん？カフェなの？ミクソーレナイス。ごめんね、生告知。ちょっとしてたはしてたけど、ちょっとうよ曲折今日はありましたね。こんばんは。まあ、どこかは言わないけどね。まあ、23区外ですよ。それだけ。だあ、あ、いた、ダンサー、ダンサーいた。する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 。お前探してたやついたぞ、お前。そう。23区外イコール東京じゃない。あ、エドモンド本場だ。余計なお世話だよ、マジで。うるせえな。うん。今日お祈りメール来た。あばば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 。気を確かに持て。大丈夫だ、まだ。ま、全然まだ6月だから安心しろ、マジで。ぶっ壊れてる奴が一人いるんだけど。ちょっと落ち着け。マコッティ。マコッティ。西東京市は東京じゃないの。いや、東京じゃないの。東京都ですよ。東京って23区以外にもあったんだ。もうよーく言われますね。え、よーく言われます。一番大学入って、大学1年の時に一番言われました、それ。はい。すごい言われました、マジで。あ、東京って23区以外だったんだっていう青森県民に言われたとき、マジぶん殴ろうかなと思って。ふざけ、おめえ八戸だろうがよ、バカーンって。殴ろうかなって思ったけどね、やめときました。
初見です、こんばんは。八戸の分際がよ、バコーみたいな。八王子は山梨。まあね、あってなくもないです。否定はできない。北東北では一番都会です。そうなんですか、八戸。そうなんですね。ね、僕東京ですよ。東京生まれ、東京育ち。悪そうな奴は大体友達だから。初見です、どうもこんばんは。マジですると八戸はいいとこ。じゃあ、いいとこ。別にいいんで、八戸いいとこだけど。ただ、いくら、あれだって、八戸が都会だろうと、東京の23区外のことバカにしたら、それは俺だってね、怒りますよ。温厚なモッティですら怒るレベルですよ、そんなの。当然。あ、ジムここ？あ、ジムだ。あ、ジム、着いた、ジム。とりあえずあれだよね、ダンサーあと一人見つけないとだよね、先に。ね。あれ？終わり？橋来た。あれ？え、ダンサー、八戸に罪はない。まあ、八戸に罪はないな。うん、船乗れる。うん。ほうほうほう。ほうほうほう。ほう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 。オッケー。モッティ温厚ってマジだよ。超温厚なんだけど、モッティとか。すごい。あ、ここ入れねえんだ、この丸いとこ。八狂ゲー。だ、ゲーだもんだって。八狂ゲーだから。マジで発狂してるわけじゃないから。温厚温厚。どこが。はぁ、あ、信じてもらえないんですね。すれ違い調査団。やった、調査隊員に任命された。うん。はい、調査裏行けて、調査レーダーで調べたい、調査を選ぶ。うん。はい、報酬用意してる。あ、ごめん。利用しちゃった。依頼受ける。ああ、人数調査。指定された人数分のデータを集める調査。ああ、こんなんだって、もう、モッティに持ってこいじゃないですか、こんなの。ブラックホワイト多いのは、選んだ最初のポケモンは、一番多いプレイ時間は、男と女が多いの。こんなんだってさ、お前、この辺の調査単位よりすげえデータ取れるぜ、俺。やるわ。男と女どっちが多いか。うん。とある新聞社からの。10人以上とすれ違って男と女、10人どうじゃねえぞ。何百人単位で今すぐ調べられるぞ。明日の朝刊にしたい。明日の朝刊間に合う。今やる、今。今あるわ。今。じゃあ、アンケ。すれ違わないから無理なのか。これすれ違い通信なのか。落としたモンスターボール。お。やった。なにあ、すれ違った人へのお礼。すれ違わねえだろ。ありがとうでいいよ。この辺なんすれ違い通信系の挨拶。挨拶。しょうがねえな。じゃあ挨拶はちゃんと書いてやるよ。うん。挨拶な。すれ違うのかな、誰かと。ちょっとあんたな、何頼みたいことがある。アンケートを協力して、はいはい、アンケートします、アンケート。マゴティこんばんは。どんな人がいるかについて、あなたの趣味。え、俺の趣味どれ？運動、読書、音楽、映画、旅行、料理、釣り、ゲーム。ゲーム。ゲーム。次は、あなたのお仕事。学生、サラリーマン、クリエイター、自営業、公務員、主婦、芸術家、フリーター、どれ？俺どれなニートない。自宅警備員違う。クリエイターだろう。モッティなんだからクリエイターだろ。クリエイターです。僕の職業今からバレました。クリエイターです。じゃあ今から僕の職業はこれからずっとクリエイターなんでよろしくお願いします。はい。いいアンケートが取れた。やった。あと8個。
他のアンケートやる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 。俺のバレたわ、見バレしたわ、クリエイターってバレたわ。好きなポケモン、あと対戦と交換どっちが好きか。もうこれ対戦ですよね。はい。あなたが好きなポケモンはかっこいい、かわいい、変な。いや、かわいいでしょ。いや、かわいいでしょ、どう考えても。好きなタイプ、ノーマル、炎、水、電気、草、氷、格闘、毒、地面、飛行、エスパー、虫、岩、ドラゴン、悪、鋼。フェアリーないんだよな。フェアリーないんだよな。俺、どれだろうな。好きなタイプって言われるとね、俺、ゴーストなんだよね。俺ゴーストなんだけど、まあ、虫にしとくわ。はい、おしまい。いや、やる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 、早く、もっとやりたい、もっとやりたい、もっとやりたい。もうなんか今日これで終わっていいや。みんなの理想、あなたが都会田舎住むならどっち？は？は？んなもん都会に決まってんだろ。都会に決まってんだろうがよ、お前都民だぞマジで。ふざけんなよ、都民だぞ。都民なんだから都会に決まってんだろうよ。あなたが欲しいのはどっち？お金、時間。あー、両方欲しい。両方くれ。両方くれ。で、待てよ。よくよく考えるんだ。お金があれば、時間はできるはずなんだよ。でも、時間はあったところで、お金ができるとは限らないんだよ。ってことは、つまり世の中お金だからお金が欲しいです、僕は。お金が欲しいです。僕はお金が欲しいです。はい。あなたが大事なのは、家族、友達、自分。即答。即答だわ。ちょ、一応これぐらいにしとくか、ちょっと。ちょ、これぐらいにしとくか。いいな、なんか今日のこの枠は、めっちゃモッティのことがわかるな。いや、リスナーだろ。いや、リスナー、いや、モッティでしょ、自分でしょ。で、どこダンサー？ダンサー。電車の隣の人がモッティのマイクラの動画見てるんだけど、話しかけた方がいい、高一。おう、話しかけろ。話しかけろ、今すぐ。で、友達になって、一緒に今の生放送を見てくれ、今。ちょ、今見てくれ。で、その人に見せて、今見てるよってコメントしてくれ、もう一回。あ、ダンサーいた。してくれ。頑張れ。レモンドだよレモンドだよレーモンドがポケモンバトルやってるんですけど。しかもダンサーって合ってるしね、本当の職業と。オーハーレモンドだよ。山ちゃんどこにいるんだろう。高一いた？今んとこまだ高一いないか。そう、アイスの街まで来ました。どうも、こんばんは。勇気出して。友達になれるよ。そう、持っていて繋がる友達の輪いいじゃねえかよ。だいたい同世代ぐらいでしょ。だいたい同世代ぐらいだったらさ、多分、仲良くなれるべ。うん。年上とかだったら多分大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。オッケー。これでダンサー全員揃ったから、じゃあちょっとダンサーに会いに行こうか。ダンスグループに。山ちゃん暇だろ。いや、そんなことないだろう。今本業めっちゃ頑張ってる最中だろ、山ちゃんは山ちゃんで。初見です、どうも、こんばんは。嫌な輪だな。いいじゃん。お、ダンサー3人揃った。サンキュー、最高のチーム誕生しちゃった。俺からの気持ちを。いや、ありがてえ。お守り小判めっちゃありがてえ。超嬉しい。めっちゃこの街有能なんだけど、マジで。めっちゃ有能。どうしようかな。ワーストに持たせようかな。そう、隣の人と LINE 交換しちゃいなよ。これ日曜日の続き、yes, yes, yes, yes. これでじゃあ一通りさ、街歩いた？あと上だけか。こっちだけ行ってないよね。うん、この辺？ポケセン近くの桟橋？行ってなかったっけ？行ったっけ？うん。隣の人が動画見て、なんだこいつって言ったんだけど。見なかったことにするわ。
見なかったことですよ。ごめん、見なかったことにするわ。モッティのせい。俺何も知らん、知らんわ俺。な、どうした、な、急になんかあった、大丈夫みんな。 Hey trainer, check out my moves. Have you gone to the next yet? I learned this move at the musical over there. Pretty cool. Pretty cool, isn't it? ちょっとエラーが出た。やってんの？カミツレさん。カミツレさんの話よく言うよね。あ、ほんと火曜日、ほんとだ、火曜日しか買えないって言ってた。It have me a noon I'm out the girls. Damn it is the nearest studded out her guns on theOlden Zungreifenaha S Seiden Ich Lasered Luch Meine Hulus Seiplushung じゃあ今ドイツ語でしょ、今ドイツ語だよね、いい日だもんね。読めて、読めんだよ。君たちを読めんだよ。翻訳はよ。翻訳、うん、モッティってすごい面白いよね。めっちゃかっこいいよね。めっちゃいつも動画見てます。みたいな。Hi there! Hi there! Have a good life? You don't have to be shy. Feel free to talk to anyone. 何の儀式It's a parallel best school that you got out of here, so. Parallel, there are places in the school, first, first, haste. Best school is the best, then come and ask a counselor. Let's get best, 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 amigos. OK, 最後だけ読めた。一番最後の単語だけ読めた。amigos だけ読めた。よし。スペイン語は読めない。スペイン語は無理。アミーゴスだけ読めたからでも。みんなあれだろ、アミーゴスすら読めなかっただろ。ほら。何人かしか読めてないでしょ、アミーゴス。俺だけだ、俺と何人かだけだから、アミーゴスだけ読めたわ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。昨晩寝てたらめっちゃ蚊に刺されました。左手に1箇所、左膝に1箇所、右足に2箇所、計4箇所。いやー、とうとうそういう季節がやってきたんですね。どんだけ僕の血って美味しいんでしょうか。あったかくして寝ろよ。問題。はい。日本の戦艦を5つ答えよ。え？ヤマト、ナガト、コンゴを、あとは戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。戦艦帝国、ダウンロードは概要欄のリンクから。おー。